稲の旋律は、日の爪赤根による小説。新聞赤旗に2001年9月21日から2002年2月28日まで、連載後、2002年4月に新日本出版社から単行本になり、第35回、多記事、百合子賞を受賞した。2003年には、東京芸術座によって舞台化された。2005年に、同社から刊行された、車の見える 同作品の登場人物のその後に触れ、2010年に完結編として月光浴が刊行された。親の期待による受圧から対人恐怖症となった矢部崎千下は、なんとか大学は卒業したものの、就職もうまくいかず、アルバイトの職を転々としていた。30歳を目前にして、父親の口利きにより小さな会社に就職するものの、仕事で大きなミスを犯してしまい、 絶望した地下は出社拒否をして、家に引きこもるようになる。会社から私物を引き取りに来て欲しいと言われた地下は、母親から菓子折りろを渡され、JR 総武線に乗車するが、強いプレッシャーにより、会社の最寄り駅で下車することができず乗り過ごしてしまう。電車は下車予定の金視町駅を通り過ぎ、東京都から千葉県へと移り行く車窓には、ちらほらと緑が増え始めた。 車窓から見えた小さな菜園の野菜たち、自分とは正反対の世紀に満ちた緑に行くばくかの癒いしいを感じた地下は緑や自然がもっとたくさんある場所へ行ってみたいと思い終点の千葉駅で目に留まったガラガラの調子行きの電車に乗り込んだ。千葉駅を出てしばらく行くと車窓一面に水田が広がった。緑一色、風に揺れる夏の稲のあまりの美しさと迫力に 心を突き動かされた地下は、もっとそばで見たいと強く思い、次の駅で電車を降り、母親から渡された、菓子折り代で切符を生産した。水田のそばまで行き、一通りとめでた地下は、即席の便箋に、自分の元凶と今の苦しい心情をしたため、千葉駅で買ったお茶のペットボトルに詰めて水田に置いた。それを拾った水田の工作者である、専業農家の新平は、 地下に手紙を送る。こうして二人の交流が始まり、地下は文通や農作業体験などを通して、物を育てることの素晴らしさ、そして天候などの自然現象に左右され、効率性の追求に限界のある農業というもの、引きこもりになったことにより、効率性とは相入れない人生を歩んでいる自分。効率性を過度に重視する、あまり食の安全もままならない現代社会。 法律的でないと批判され、廃れゆく日本の農業の現実に触れる中で、自分自身と親の人生を見つめ直してゆく。全文が往復書簡の手紙形式で書かれている書簡体小説である。プロレタリア文学の流れを組む民主主義文学というジャンルに属している作品であるが、作者の朝日詰はこの作品について、防衛法務新聞社の自衛隊ニュースの取材も受けている。 アンダンテイネの戦律の題で2010年に公開。映画版のタイトルに付されたアンダンテとは、楽譜に記される演奏記号の一種で、歩くような速さで演奏するという意味である。ほぼ原作通りのストーリーだが、上映時間の制約から一部のエピソードが整理されている。また、原作では地下が大卒なのに、映画では大学中退など、設定にも一部変更がある。 娯楽性を向上させるために新兵の性格がややお調子者的に描かれている。またオリジナルキャラクターとして原作には登場しない、駅長が登場して、毎回駅舎に味わい深い評語を掲示し、物語にアクセントを与えている。原作が全文手紙形式で書かれた書簡対小説である点は、その書簡の原文をナレーションという形で効果的に活かしつつ、 ナレーションが多くなりすぎないように配慮されている。原作において農業に関する交渉は千葉県捜査郡光町で自然農業に取り組んでいる稲作、養鶏農家から教授を受けたという。そのため映画版も横芝光町を中心に撮影が行われた。ただし、鉄道のシーンは千葉県市原市の小港鉄道及び道線の数佐鶴舞駅を 横芝光町駅に看板を変えて撮影が行われた。なお、原作の舞台は、千葉県矢沢郡三基町という架空の地名であり、地下が上空する駅も三木駅となっている。映画公式パンフレットによれば、映画のクライマックスシーンに欠かせない稲穂を実らせた水田が日照不足や台風被害で撮影が可能かどうかの判断の分かれ際の状態にあり、 一時は、茨城県の水田での撮影も考慮するに至ったが、これまで撮影で、お世話になった横芝光町の皆さんのためにも、横芝光町で撮りたいと、最終的には監督の熱意に動かされて周囲が一丸となり、横芝光町での撮影にこぎつけたという。この記事は、以下のカテゴリでも参照できますアンダンテイネの、旋律に関するカテゴリ。ありがとうございます。